こんにちは、器屋さん店長です。今日は、100均。中でも、キャンドゥで買うべき食器ベスト3をお答えします。お話します。時間短いですので、最後までぜひお付き合いください。じゃあ、早速第3位から行きましょう。3位は、こんな感じの尻尾へ4寸遊ばれちゃいます。 大体ですね1 3ンチから1 4ンチぐらい12から14ぐらいの朝鉢ですねこれ見てくださいねでとても品もいいし形もねここねここちょっとちゃんとねつるつるやくロックベイっていうんですけどついてるんですよあ、見てますねこうねガタガタねこんな凝ったものが100円で買えますしかもこれなんと中国製なんです結構デきいいです これはちょっとと褒めてもいいいいいなと思うぐらい出来がいいです第3位は朝、えー、鉢というか寸12センチぐらいの小鉢でした。日本製も中国製も変わらずどちらもいいです。そして第2位、第2位なんですけども若干小さくなってます,てますけども三々朝鉢でルリコモンって書いてあるんですけど、ね、日本製です。日本製発水。 和紋でしかも発水の加工会社って結構ね高いって言われるルリの釉薬が使ってあるんですねまあちょっとムラは多少あるんですけどまあそれはちょっとお許しくださいっていう感じですけどこれが100円で買えちゃうまあちょっとここにパッドのムラがありますけどもまあこれは一般に売ってるものも多少このぐらいのものは検品では通っちゃうと思うのでいいかなと思います第2位は瑠璃古紋三三朝鉢 大体10センチぐらいまでの小鉢の日本製です。これはね、ほとんどね、物が大体です。こういう、特にこのシリーズはコストを考えるとおすすめです。さあ、お待たせしました。第1位、キャンドゥで買うべき食器。1位は実は、美の焼き茶碗ですね。美の焼きのお茶碗。これね。 緑って書いてあるでしょ姫いやこれグレーでしょどう見てもっていうブルーグレーに近いようなグレーブルーみたいな感じですねこれ110円はねなかなかいいなって思いますねこれはなかなかちゃんと普通の形だし6べい入ってるし僕らから言うところつるんとしてないしある程度深さもあって食べやすいし もう言うことないかなと思います。これ100円大きい。ちなみに、白と黒とこの緑っていうのがあります。緑じゃないよね。もう一回繰り返緑じゃないよね。で、繰り返します。はい。えー、以上、ベスト3なんですけど、ここからちょっとおまけをね、えー、言ってます。c a n d o は、あガラスも安い。ガラスも安い。スリコインズ、あスリコって言うとまた言ってスリコで流行ってる、スリコインズのオーロラグラス。 似てるようなオーロラグラス。あんまり光が、あ、ちょっとわかるね。オーロラグラス。ね。キラキラとかね、若干ね、スリーコインズのやつ落ちるんですけれども、これ、110円です。びっくりした。<laughs> 他にも、いろんなネットショップで売ってる、あの定番のグラスも、 一部110円で売ってますこれはねニトリよりも安いかニトリと五分ぐらいな感じですもちろん形によりけいなんですけど日本製のしっかりとしたグラスですこれはねおすすめですキャンドゥはねトータルで見るとこういうね土定番のもの流行りのものじゃない土定番のものを が110円で買えるところが最大の魅力ですのであなたもキャンドゥに足を運んでみてはいかがでしょうか今日はキャンドゥで買うべき食器ベスト3プラスおまけの情報をお知らせしました今日のお話が面白かった役に立った方はぜひ高評価ボタンでお知らせください質問コメントお待ちしています最後になりますがチャンネル登録いただくと本当に嬉しいです それでは、うつわさん店長、ストーシーチラをお借したうつわさんチャンネル、今日はここまでにします。じゃあまたね